福井県立竹尾高等学校は、福井県越前市にある県立高等学校。通称、竹志高。旧正中学校時代から、地域の教育を担ってきた、伝統校。図書館に、旧藩校、新治む校の四所五教が所蔵されている。旧正中学校時代から、地域の教育を担ってきた福井県、霊北南部地域を代表する、進学校。図書館には、 旧犯行、新治教皇の四書五教などの書籍が所蔵されている。スーパーサイエンスハイスクールに指定されている。現在は、峰南地域の鶴ヶ市から通う生徒も少なくない。2019年の家庭改編で、昼間部の4時間と午前特設授業の2時間の授業体制となっている。竹尾高等学校校歌から作詞、佐藤春夫作曲。 大中トラジ運動部と文化部合わせて29の部活動が活動している。運動部文化部部活動の数に対する顧問の不足により、平成26年度から同好会や連盟のないギター部の入部を停止し、平成28年度で廃部となった。また、平成26年度から科学部、マイコン部、生物部は統合されサイエンス部となる。 1948年に旧上池田村青年学校校シャートを利用して定住制の福井県立竹雄高等学校、上池田文校として開設された。1956年従来の家庭科単科から普通科に変更、その後1965年より全日制となった。2001年からは池田町立池田中学校との連携型中高一貫教育を行ってきた。 しかし、全体の生徒数が減少したのに加え、池田町出身の生徒が、交通事情の改善により減少し、代わって、不登校経験者などの進学が増加したため、竹尾高校本校とサバエ高校両校提示制を2017年以降に、不登校経験者の受け皿にできる昼間提示制へ一本化することへの兼ね合いなどから、2017年度をもって、募集停止、 2019年度の廃校が決定した。ありがとうございます。